首人。首人、首人、ピンイン、有名 RN、紀元前202年は、新末から、疎関戦争期にかけての女性。幸宇、功績の愛人。正確な名前は、はっきりしておらず、環状巻31沈賞功績伝。第一とも、四季巻7幸宇本義第7とも言われ、美人も、高級での役職名。 参照である友の容姿を表現したものであるとも言われる。小説やテレビドラマでは、皇吾の妻として描かれ、恐れを生とし、恐れ姫と紹介されているものが多い。皇吾との馴れそめについては、式にも、感女にも一切記載されておらず、外科の戦いで初めて、竜報率いる官軍に敗れた、昇進の皇吾の傍らには、いつも、愚美人がおり、皇吾は、 片時も、彼女を話すことがなかったと紹介されている。なお、秋代の通俗小説である、西関通俗演技、日本語訳、通俗簡素軍団では、皇羽の武勇を知った、海景塗山の近隣にある村の不老である、具和月見が皇を家に招き、娘である、恐れ姫、具美人を皇羽に目合わせるために合わせた時をなれそめと、する。具和月見によると、恐れ姫は、 聡明で定縮であり、幼い時から章を読んで大義に通じている。母が恐れ姫を産む時、部屋で5話の法王が泣く夢を見たため、後に貴人となることと分かり、誰にも嫁がせなかったであるとされる。幸運は恐れ姫の美しい容姿を見て、婚姻を約束して、宝剣を渡して一旦別れる。その後、羊を選んで婚姻を結び、一族の具識を大将に取り立てている。 また、西関通俗演技では、愚行と表記した部分があるため、恐れ姫は、幸運の性質という扱いとなっているものと思われる。また、恐れ姫は、作品の途中から、三望のように、幸運をいさめ、いさめを聞かなかった幸運を許し、励ます無人の妻としての道義をわきまえた存在となっている。あとに、流邦軍により、外科に追い詰められ、 四面楚歌の状態になって、自らの破滅を悟った、思い込んだ幸運は彼女に、と歌い、外科から脱出する、四季の引く、疎間春秋には愚美人の変化が載せられている。四季及び、感情ではその後の恐れ美人について、一切記述されていない。五代十国時代の沿線、愚美人や孫三則、愚美人という詩では、幸運の死後も、愚美人は生きていて、 愛する幸運を、いつまでも思い続けている。その一方で、北曹に編纂された、太平間抜には敗走する幸運が、不美人を殺して、勝利権に埋葬したという記録が残る。また、北曹の総教の作と伝わる、古文神だからの全集に掲載された、不美人総王という作品では、不美人は自殺したとされる。秋夜の、電気と呼ばれる歌劇である、千金記では、 首人は生きるために流法に使えるように自分に言って聞かせる幸運に対し自殺を願い出る。幸運は具美人の自殺を了承し、正法という法権を恐れ美人に渡す。首人は命を絶ち、幸運は具美人の死を悲しみ、その最後を司書に残すように部下に命じる。首人は自分の意志で低層を貫くレップとされている。 秋代の通俗小説である、西関通俗演技、日本語訳、通俗簡素軍団では、両方の長愛を受けて生き残るように進め、置いて去ろうとする幸運に対し、断層をして、幸運に同行とすると言って、幸運から方権を借り入れ、幸運から受けた恩を返していないと言って自噴する。幸運は、首人の予期せぬ行動に驚き、嘆き悲しむ。強である、では、 幸運を酒で慰めて励まし、幸運を落ち延びさせるために、足手まといにならないように自噴している。秋代の両寒開国中高電子でも幸運が、愚美人を主食の戸だから殺すまいと流法に預けようとすると、それを拒否して自害している。渡辺誠一は、愚美人の自殺云々についても、女性の定説が口うるさく言われるようになった、北総時代から、 そのような話が出てくるようになったと推測している。自殺した、ビ美人の伝説はひなげしに、愚美人相応という異名がつく由来となった。ビ美人の墓所については、複数の記述が残っている。式中、勝地氏には、土地の頃の言い伝えによると、欧州庭園圏、現在の安記省、州市庭園圏東六十里に、美人の塚があると記される。そう歌補中牧子の引く。 太平浮きでは、庭園県の南六十里の場所にある高さ六畳の塚で、俗に、ああ恐れ、具美人の嘆き塚の意と呼ばれている。総海洋集合には、四州二事件、現在の安岐症宿収支試験の北京、石越州巻十二中によると同じく二事件、下馬式を北に三十七里の場所、世中、池樹市が引く、旧域市によると幸運が逃走中に迷った、 飲料場、勝利県西六十里、現在の安岐省、修士庭園圏栄光鎮の付近に居場所を建てたとする。上記のいずれの説も外科、現在の安岐省宿州市霊壁圏の北部か南部に、隣接する場所にあたる。首人の墓と伝えられる遺跡が、現在の庭園県の東5 0トル先にあり、建物が建築されている。佐竹康彦は、そう。 皇吾政権の中枢を占めていた南ス訪イ級皇軍出身の豪族たちの支配地に恐れ美の墓と伝わる遺跡が存在しており、皇吾亡き後も皇吾を死体続けた人々の里、皇吾神話を作り出した人々の住む地域なのであって、そこに恐れ美人の墓と伝えられる遺跡が残されていくことは、皇統無形なことではないとしている。後世に死の題材として取り上げられ、 東大の兵町進む、恐れ姫恩、北曹の祖鉄、豪州七絶、恐れ姫墓、長春民、恐れ姫桃、覇王、宗教、愚備人宗、新朝の南浦、愚備人宗、栄米、家具公有、恐れ姫病などの作品が残る。覇王べっきは、秋尾の賃貸が書いた、歌劇、電気である、千金記に依拠して、狂劇、祖冠宗を参考にして、 創作された狂撃である。幸運が主人公となる作品であり、愚美人もまた登場する。西女さんの脚本により、初演は1922年に行われている。覇王別記における恐れ美人は、幸運を二度いさめるなど、会話や行動において、幸運に対して積極的な姿勢を見せる自我が強い女性として描かれる。幸運も、愚美人に対して一目置き、 置き去りにしようとしない強い愛情を示している。ハオベッキは主役であるコウウを際立たせ、舞台をより良くするために改編されたが、意外なことに、グビジンが自殺する場面の方が見せ場であるコウウの、大立ち回りよりも印象深いものになるという結果となった。観客はグビジンに魅了され、グビジンはコウを人気で凌駕してしまい、グビジンが自殺する場面が終わると、 幸運の右向こうでの最後の大立ち回りが残っているのに、観客が続々と席を立ったという。そのため、ハオ別ベッキは、グビ人に偏るものとなり、幸運の立ち回りが演じられることがなくなり、グビ人の活躍する場面が繰り返し演じられるようになった。グビ人の存在は強調され、その結果、ハオ別ベッキの主題が、幸運とグビ人の別れにすり替わってしまい、幸運が、 脇役のようになり、現代では、ハオベッキは、秘伝の物語と言われるまでになっし,しまった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。